よし、できたっと。今日は妖怪現れますかね。来るさ絶対。自信あるんだろお前。違うのか。はい、自信はあります。ならもっと堂々としてろよ。お前がそんなじゃ俺たちの方まで落ち着かねえよ。はい、任せてください、ヒカル。今日は絶対に来ます。そうそう、その息だぜ。どうやら、サイドノの言葉通り、やってきたようだ。人間め、待ち構えきるとはやるな。ヒー、しかしヒー、お前に俺が倒せるかヒー。ヒーヒー、うるせえやつだな。倒せるかなんてやってみなきゃ分かんねえだろ。いいよるな、人間め。ヒー、ならば勝負してやるヒー。Thank you.
いいんだひこの人間、やる気？悲鳴を上げても許してなんかやらないぜ。この絵、妖怪はだいぶ弱ってきたぞ。言われなくても分かってるさ。これでとどめだ。てりゃよし。ヒカル、お見事。この程度の相手なら楽勝だい。気を抜くなよ、この絵。今のやつは妖怪の中では弱い方だ。次はおそらくもっと強いのが来る。褒めてくれたっていいのに。おはようございます、ヒカル。いつもお勤め、ご苦労様。なあ、サイ。ふと思ったんだけどさ。倉田さんとかザマ様とかも、次の一手を予想してるだろう？はい、そうですね。俺たちが喜んだり残念があったりするように、あの人たちも一喜一憂するのかな。それは当然でしょう。外したら残念でしょうし、当たったら嬉しいはずです。でもさ、なんか想像すると面白いんだよ。外したらザマ様はすごい怒るんだろう。多分菅原様は小さくなっちゃって、倉田さんは我関せずって感じで羽なんかほじったりして。ヒカル、真面目にやっている人を茶化すのは良くないですよ。でもさ、ヒカル、ザマ様たちも私たちと同じように次の手を予想し、妖怪を捕まえに行っているのです。いわばライバルですよ。馬鹿にしたりしてはいけません。それこそ油断につながります。チェッ、真面目でやんの。ほらほら、面白いことを考えてないで。今日はどうするんですか？なんだよ、サイだって面白いって思ってるんじゃんか。ヒカ
カル。それじゃ行こうか。はい、出かけましょう。で、どこ行く？それでは、あかりの君、早速囲碁を始めましょうか。よろしくお願いします。まずは布石が大事よね。そろそろいいよね。うん、いい勝負だったよね。今度は負けないぞ。
光、すごいです。サイ様、光、ご指導ありがとうございました。二人とも毎日遅くまで大変でしょう。これ、役に立てて。サイ殿、よろしくお願いします。それでは私はこちらに。お二人とも確かに打ち終わりましたね。それではサイ殿、また夜に。これはこれは、サイ殿、昨晩は活躍だったそうじゃないか。希代の名手の本領発揮というところかね。お褒めいただき光栄に思います。しかし一つ勝ったくらいで天狗になっていてはこれから後が続かぬよ。そうなれば噂好きの女房たちから何と言われるか。噂は噂です、気にはしておりません。何とも頼もしいことよ。しかし女房たちの噂は別にして、光陽殿の顔に泥を塗るわけにはいかぬよな。あれほどまでにサイ殿を持ち上げているのだ。光陽殿のためにもせいぜい気を吐くがよろしいよ。ご忠告痛み入ります。精進せい。今日のざまさまの言葉、俺には褒めてるようには聞こえなかったぞ。大丈夫です、光。私にもそうとは聞こえませんでしたから。
お疲れ様、コノエ君。みんなもお疲れ。で、今日は誰を連れてくよ。遠慮はするなよ。わかった。なるべく頑張ってみるから。さて、今日の報告をまとめなくちゃ。